西暦2003年、凶悪犯罪がはびこるとして5人の地区長たちが集まった国際会議場がテロリストたちにより爆破された。しかしセキュリティ社の監視カメラの映像により犯人は数日後に一斉検挙された。この事件をきっかけにポリスとセキュリティ社との合同による安全監視システムが議会で可決。人々は ID によりデータ管理されることになった。街の至る所に密告屋と呼ばれるカメラ内蔵型のフローティングラットが飛び交い、5つの地区をつなぐ主要幹線には常に検問が張り巡らされた。安全管理システムに守られた日常、しかしその枠を超える自由は決して許されない。現在の体制の始まりであった。ID ナンバー F4316-8801、 E 地区在住川田敦子20歳、確認されました。走行中の上り電車が爆発し、現在3号線は全線不通になっています。セキュリティ車の監視映像によりますと、爆発したのは3号線251号の上り電車で、 A 地区八田駅の地上レベル付近に差し掛かったところ、大音響とともに一度の事故が爆発、緊急停車しました。アキラ、大丈夫だ。つけられてます。新人物らしき人は見当たりませんか？そんな、セキュリティ社の監視カメラが映し出す映像は真実であります。不審人物の映像データをお送りください。
よ。ホテルリセルまで行ってくれ。Thank you.
映像照会の結果、犯人は B 地区在住川田敦子二十歳と判明しました。敦子、僕のマンションに着いたのかい？